Sega.参ったぜ。こんなところでお前と再会するなんて運がいいんだか悪いんだか。会いたくなかったぜ、ジャック。おいおい、それはこっちのセリフだぜ、バロン。どうして賞金稼ぎのお前がここにいるんだ。お前がいるってことはどいつもこいつも高額な賞金首ってことか。どうやったらそんなに白々しい嘘をそんな面で言えるようになるんだ。いつものように下調べは完璧なんだろ。分かってるんだ。そういやジャック、貸しがあったな。そろそろその貸しを返してもらわねえといけねえな。何の話だ。貸しはあっても借りはねえぞ。おい、しらきるんじゃねえよ。ミルバレンで俺様の獲物をお前が横取りしたことを忘れたとは言わせねえぞ。あれは俺様が追い詰めた獲物だったんだ。追い詰められていたな、バロン。お前の方だった気がするんだが、違ったっけ。まあいいんだ、お礼なんて。お前はテレ屋さんだからな。ベイビー、笑うとこじゃねえ。こっち来いよ、マチュラ。いつまでこんなおつむの弱い男と組んでるつもりなんだい。一緒にチェーサーやろうぜ。勘に触る野郎だぜ。ここで決着つけてもいいんだぜ、クソ野郎。いいね。その面を拝むのにもう飽き飽きしてたんだ。You get your feet.
気をつけて、何か落ちてくる。あれは何だ。逃げ分かったろうが、輸送機だよ。エアプレインが墜落してんだよ。勘弁してくれよ。ママの命令には逆らえない紐付きのガキかよ。俺がぶちのめしてやるからここに呼び上がれ。で、奴らは？データを送るわ。ニコライ・ドミトリー・ブルイギン、重犯罪者処理班の巡査部長、ストライクワンのリーダーに昨年就任、元陸軍特殊部隊、32歳独身。昨年からというと、マックスの後釜ってわけ。なるほど、闇に葬るつもりか。サーシャ・イバノフ、ストライクワン所属、24歳独身。所轄で2年の経験を積み引き抜かれたようね。なかなかの美人だな。好みが変わったのね。最後にレオンハルト・ビクトリオン、28歳独身、元海軍特殊戦略部隊、あなたの後輩ね。腕が確かだって言わせたいのかい？なんだい、禁煙かよ。どういう風の吹き回しなんだ？娘がな、うるさいのさ。へえ、ステラがそんなこと。ジャック、遺言になっちまったな。